皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はダンベルショルダープレスとアーノルドプレスの違いについて解説をしていきます。他にもですね、この種目とこの種目どこが違うのか教えてほしい、そんな要望があればコメント欄に書き込んでいただければと思います。このダンベルショルダープレス、アーノルドプレスですね、肩を鍛えていくプレス系の種目の中ではかなりメジャーな方だと思います。特にダンベルショルダープレスなんかはね、毎回肩のトレーニングでやってるよっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、ダンベルショルダープレスとアーノルドプレスですね、どう違うのか、フォームがねちょっと違うなっていうのは分かると思うんですけども、じゃあこのフォームの違いによってどんなね効果の違いが出てくるのかっていうことがね、まあいまいち分かってないっていう方もいらっしゃるかなと思うので、今回はダンベルショルダープレスとアーノルドプレスの違いと、じゃあその違いを踏まえてね、どういうふうに使い分けたらいいのかっていうところまでね解説をさせていただければと思います。ダンベルショルダープレスもアーノルドプレスもメインは三角筋の全部、三角筋の前の方ですね、ここを鍛える種目になります。で、まあ補助的に三角筋チューブとか、まあ、僧帽筋とかね、そういったところも鍛えられるんですけど、メインは肩のプレス系の種目なのでね、三角筋の全部だと思っておいてください。なのでまあ両方ともね、主に三角筋全部を鍛える種目という点では一緒なんですけども、ダンベルショルダープレスの場合は手のひらが前を向いたままずっと動作をしますよね。ここから手のひらが常に前を向いたまま動作をします。一方でアーノルドプレスの場合は手のひらが自分に向いたところから手のひらを返しながら上げていくと、このフォームの違いによって、まあ、どんな、ね、効果の違いが出てくるのかっていうところなんですけども、ダンベルショルダープレスの方が高重量を扱うのには向いてます。今ねフォーム見比べていただいたら分かると思うんですけども、ダンベルショルダープレスの方がアーノルドプレスに比べて可動域が狭いですよね。なので、まあ、可動域が狭くなればそれだけですね高重量が扱える。ダンベルショルダープレスの場合は常に手のひらが正面を向くので、肘のね前後の位置が変わらないので動作が安定しやすいです。ただしアーノルドプレスの場合は手のひらが自分の方を向いたところから返していく関係で、肘のね前後の動きが結構あるんですよね。なのでバランスを取るのがダンベルショルダープレスに比べてちょっと難しくなってきます。そういうところもあって高重量を扱うという点ではダンベルショルダープレスの方が向いてるんですね。なので基本的にはダンベルショルダープレスで重量をどんどん伸ばしていって力をつけていく、筋肉量を増やしていくというのが基本ではあるんですけども、アーノルドプレスだけにあるメリットとして肩の関節への負担が少なくなるんですね。可動域が広くなって重量が扱えなくなるということは、裏を返せばダンベルショルダープレスに比べて軽い重量でも三角筋に効かせることができるということなんですね。重量が軽くなればその分関節への負担も軽くなってくれるので、肩の関節に不安を抱えていらっしゃる方、怪我をした経験のある方なんかはアーノルドプレスの方が不安なくねできるという場合もあったりします。そしてですね、このねダンベルショルダープレスの手のひらを正面に向けたこのポジションよりもアーノルドプレスの手のひらを自分に向けて脇を締めたポジションの方が肩の怪我のリスクが少ないポジションなんですね。肩のね怪我の一つでインピンジメントというものがありまして、これはね肩のインナーマッスルを関節でね挟んでしまって炎症が起きたりとか、最悪の場合ブチッと切れてしまったりとかね、そういう症状が出てしまう怪我なんですけども、特にね一番下まで下ろしきったところでこのインピンジメントっていうのは非常に起きやすい、怪我をするリスクが高くなりやすいんですね。だからこそダンベルショルダープレスの場合は上腕が地面と水平になるぐらいまでの高さまでしか下ろさない方が、まあ、良かったりするんですね。これ以上下ろしてしまうと逆にインピンジメントに怪我をしてしまうリスクが高くなってしまうので、
あえて可動域は狭くして、上腕が地面と水平になるぐらいまで下ろしたら上げていく。その代わりしっかり高重量を扱っていただくっていうようなやり方がおすすめだったりするんですけども、その一方でアーノルドプレスの場合は一番ね、肩の負担が大きくなるボトムのポジション、ダンベルを下ろしきったポジションで脇を締めて手のひらを自分の方に向けてあげることで肩のインピンジメントのリスクっていうのを少なくできるんですね。なので肩を怪我したことがある方とか、どうもねダンベルのショルダープレスとかバーベルのショルダープレスやってると肩がゴリゴリ鳴ったりとか違和感があったりとかしてちょっとやりづらいなっていう方でも、アーノルドプレスだったらスムーズにできるなっていう方もいたりするんですね。なので肩の怪我を防ぐとか肩への負担を減らしつつしっかり三角筋にだけ負荷をかけていきたいとか、高重量でガツッとね刺激を与えた後の追い込みでしっかりとね肩に負荷をかけていきたいけども、まあ何種目もね無理に高重量を扱うと肩が痛くなってしまうので、2種目目以降はですね、なるべく関節に負担のかからない形で三角筋を鍛えていきたい、そういう方なんかに特におすすめなのがこのアーノルドプレスになります。なのでね、こういった違いが2つのね種目にありますので、ぜひね使い分けていただければいいんじゃないかなと思います。これですね、アーノルドプレスだから肩の負担が少ないっていうわけではなくて、要はこの脇を締めたポジションでプレスができれば、それはね肩への負担が少なくなるので、まあリバースプレスって言いますけども、手のひらを自分の方に向けたままプレスをする、こういうやり方もありますし、ニュートラルグリップのショルダープレス、両手向かい合わせにした状態でショルダープレスを行う、こういったバリエーションもあったりします。このようにね、アーノルドプレスでなくてもしっかりと脇を締めた状態でプレスができれば肩のインピンジメントのリスクっていうのは減らせるので、アーノルドプレスに限らずですね、肩の負担を減らしながらねしっかり重量を扱える、そんなやり方を見つけていただければと思います。ということで今回はダンベルショルダープレスとアーノルドプレスの違いについて解説をさせていただきました。ダンベルショルダープレスの方が可動域が短くなる分、高重量が扱いやすいよと。重量が扱えればそれだけですね、筋量も伸びやすくなる。そんなメリットがありますよと。アーノルドプレスの場合、可動域が広くなるのと、肘のね前後の動きが出てくることでバランスが取りづらくて重量が扱いづらい。その一方で肩のインピンジメントを起こしにくい、肩の関節に優しいポジションでプレスの動作を行うことができるので、2種目目3種目目の追い込みですとか肩に不安を抱えてらっしゃる方のトレーニングに非常に向いてますよ、おすすめですよという話をさせていただきました。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しております。概要欄のリンクから登録よろしくお願いします。他にもですね、概要欄の方にキャンペーンや新商品の情報を載せてありますので、チェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。